おばあちゃんの歌というのがあります、これはなんかふるさとに残るおばあちゃんを思ってですね、今度また会いに行くよという話をですね、なんですけども、おばあちゃんの歌というのがございます。聴いてください。僕は届けたい。